松島温泉は宮城県宮城郡松島町の日本産系松島にある松島温泉組合に加盟している施設の温泉。同組合は泉質の特徴から太鼓天泉松島温泉とのキャッチコピーを用いている。一般的に海岸地区の温泉の泉質は海水と成分が近い塩化物泉が多い。しかし松島温泉は最初に 仙台急行によって開発された源泉、松島温泉1号泉が無色透明の単純温泉であったため浸透した点水が地下1500メートルにある古生大地層の地熱により温められた温泉と考えられた。このため、松島観光協会は太古天泉松島温泉として売り出した。他方、2番目に一の棒により開発された源泉、 太古天線の湯は、茶褐色の塩化物線であり、3番目に、丸 A グループにより開発された源泉、松島総館の湯は透明な塩化物線であった。日本産系松島の中心的観光地区である、松島城の観光入り込み客数は、バブル景気に加えて、NHK 大河ドラマ、独眼、竜正宗による、正宗ブームが発生した1987年に、 約570万人となったが、近年は370万人前後で横ばいである。一方、松島町の宿泊客数は1989年の約122万人をピークに減少傾向となり、1997年には約102万人、2007年には約67万人にまで減少した。観光客数の減少率と比べて、 宿泊客数のそれが大きいのは、1989年に仙台市が政令指定都市になる際、編入合併された旧秋保町や旧宮城町にある秋保温泉と桜見温泉が仙台市内となって集客力が上がり、また近年仙台市都心部にビジネスホテル等が大量進出したことなどで仙台に宿泊して松島を観光する客が増加し、松島が 宿泊型から通過型の観光地へと変化したことによる。過去に松島では温泉掘削に失敗しており、また当時山側に1温約摂氏14度の冷静が1カ所存在するのみであったが、常日のような状況の中、仙台宮城デスティネーションキャンペーンに合わせて宿泊客の増加を期とした温泉掘削が行われた。まず、 仙台急行が2007年に松島町の海岸沿いでボーリングを開始し、同年12月に地下1500メートルで温泉を掘り当てた。源泉は宮城県郊外衛生検査センターの調査で温泉法の定義を満たすことが証明され、松島としては初めての天然温泉となった。仙台急行の温泉掘削成功に触発され、 2008年に、市の坊も松島町でボーリングを開始し、温泉を探し当てた。これにより、両社で松島温泉組合を結成した。2009年には、マルエーグループも温泉掘削に成功。現在はすでにおのおのが経営するホテルへの給湯が始まり、無料の足湯も設置されている。ありがとうございます。